大庭の会に皆さん手作りの原稿に興味を抱いてるとこれずっと手作りになってますなってくるのがあるこの時代の量産カメラの今まで交流会の皆さんと協力をいただいておりますので、この量産は広報の会社さんにお伝えしております。ここであの最近の電話に交際されたことで有名な団体企業の協調会を申し出してご紹介します。日本ラジコン模型工業会、日本科学模型安全委員会、財団法人日本ラジコン電波安全協会、財団法人日本科学、この後ですね、14時30分からですね、3D ヘリコプターのデモフライトを行いますので、ぜひこちらの方でもね、お立ち寄りいただけるようにお願いいたします。2時30分より 3D ヘリコプターのデモフライトを行います。その後ですね、スローラーという車の出演でも、それからまたモバイルの、ね、体験操縦も行いますので、ぜひブースの方ですね、お寄りいただければお願いします。しばらくは、ね、これから今調整飛行を行っておりますけれど、もうしばらくいたしますと調整が終わった機体で皆さん飛行機に乗りますので、興味のある方はご覧になってください。大丈夫ですか、もう調整のことが。皆さん、自分の飛行機がどういう方向に飛んでいくか、一番